いつはシュール起死回生のブルース、ただのループじゃガキはグズる。日の丸の上にこぼれたまんまのジュース、忘れられたルーツ、誰がケツを拭く。これはただのブームじゃ終わらせない、いつかはルールに変わるだろう。ブランニュームーブ、つなぐ新たなグルーブ。ツケを払うのいつも若者なのに、テレビでバカ者とか言いたい放題、黙れたわけ者どもめ、俺たちを縛る奴らに怒れ。不安な中で前向きに生きてる人々の姿を上から見てる。奴らが都合よく好きなように俺たちのこと操作してる。現状そろそろ終わりにしましょうか。争いの炎は愛でしょうか。 ARE JREKIT、 悪いが俺たちならこうで、誰もが苦しまず生きていける世界は作れないかもね。でもその作れないって考えを壊すのは次の世代だろうね。ただのブームじゃ終わらせない、いつかはルールに変わるだろう。ブランニュームーブ、つなぐ新たなグルーブ。まず優先席とかやめるべき、どの席だって優先席。こんなもんがいつまでもあるから、なかなか心が育たない。芸術が霞む時代にはやっぱ花がない。なんだか虚しくない、もっと人であるってことを楽しむべき。いいものなら共有すべきだけど、物には敬意を払うべき。いいとか悪いは数字とかより自分の感性で決めるべき。いつか死に帰るだけ、勝ち負けなんてくだらねえ。そう気づいたやつ勝ち組だという価値観もっと広がるべき。政治と家法はやめるべき、全て合法好きにやりな、なんて言ったら角が立つか。だけど極力自己責任にすべき。腹が減っては戦はできん、いや腹いっぱいでも戦はできん。そんな言葉よりも信じ抜きたい、人類は皆兄弟。 ただのブームじゃ終わらせない、いつかはルールに変わる。ただ日陰の少ない明日にしたい。時間と余裕をください、どうか非力を許してください。こいつはシュール起死回生のブルース、ただのループじゃガキはグズる。日の丸の上にこぼれたまんまのジュース、忘れられたルーツ、誰がケツを拭く。これはただのブームじゃ終わらせない、いつかはルールに変わるだろう。